ました。ありがとうございました。ね、ちょっと雨模様のアンチライブでしたが、はい、もうなんか2時頃から降りますやから降ってます。ね、もう降ってますね。降ってますね。いやいや、これから雨の季節ですけれどもね。知りたくない。一回あの緩まる。時間を見て、その時間に帰ります。大丈夫。結構激しいです。緩まる時間はね、0時までやまないです。いやいや。今日はもうやまないです。今日はやまない。っていう情報いらんやろ。いやでも、これ見たら、その、希望ある情報やったら欲しいけど。35分後からは、まあ、一瞬やむやつね。多分5分ぐらいは緩まるから、その時にバッ、そんなに細かく出るんですか？出ます。結構当たり、もう当たる、はい、かなりの確率です。いや、見た方がいいですよ。見たことない。現在地って分かるやつなんで。ああ。素晴らしいです。天気予報自体を見たことがない。それはもう衛星にいっぱい飛んでますから今。あ、いろんなのがね。なるほどな。まあこれから雨の季節が始まりますけれども、はい、雨の日はどうしますか？雨の日は家にいます。いや、雨の日すること、雨の日じゃなくても家ですか？いや、なんか、なんかありますか？その雨の、今日は雨やからどうとか晴れやからどうみたいな。雨やったら、うん、家で、もうでも家からほぼ出ないです、雨やったら。何してるんですか、家で。家の中でできることを探してやってます。掃除はできへんしね。前なんか雨の日に持論で雨の日の方がやめば、そうか、そうや、こっちはそうや、するんやった、するんやった、する方やった。僕はしないですけどね。雨の日ね、掃除ね、気分をまず上げるために。なるほど。音楽を流します。おお、どんな気分上げる音楽か、どんな音楽でしょう？いや、もう持ってるやつをランダム再生して、で、それで、上がるのを待ってたら夜になります。終わって思った。一日終わって思った。僕の気分が上がるか雨が上がるか、どっちが先かっていうところですね。うまいこと言った、うまいこと言った、うまいこと言った。ありがとうございます。そうか、雨の日なぁ。私あんまりこう、あれやわ、何もか、ここやからね、ここにいると雨も風も夜も昼も台風も、まあそうっすよね。いや、僕も雨だろうが店行かなあかんから。そうやね。もう別に、あ、雨か、売り上げ低いなと思いながら店行くだけですね。ちゃうやん、ちゃうやん。何もない日の雨の話でしょ、これ。そうやな。そんなもん俺もライブあったら外出るから。そうや、そうや。何もなくて雨の日の話。そうそうそう。何もない日なんてないよ。そうか、ありますってんじゃん。なるほどね。ないでしょ。私ね、最近あんねん。結構ね、あんねん、何もない日。何もない日も雨だろうが風だろうがここにいるから、まあ、例えば何かあった日でも、何もなくなった時間の時の雨とかね。雨なぁ。そう、私なんか自転車通勤やからカッパ着なあかんでしょ。カッパをどのタイミングで出すか、どこまで降ってきたら出すかみたいな。これぐらいやったらもうこのまま我慢しようかな。人によってだから傘を差すタイミングちゃいますからね。そう、あ、そうね、そうそう、それはあるなぁ。僕は多分ギリギリまで差さないタイプなので、ちょっと、なんかこれ降ってんのみたいな時に刺してる人いたら、微妙やね、あの霧雨みたいな時の悩みよね。すごいなと思って、ね、でもほら、あの霧雨みたいなのも30分外におったら濡れてくるやん、だんだん、はい、だから悩むね。私ちょうど歩いたら1時間ぐらいで歩いて帰ってるから。でもそんなに降ってないね。あのなんていうの、ほんまに降ってるか降ってへんかわからんぐらいの状態で1時間歩かなあかんね。だから悩まへん。ミスト系な感じやから。そうミスト系って結構重たいの濡れてるんですよ。あ、そうなんや。粒子が細かいだけでしょ。そう結構。あ、逆に。そう。へえ。ウルオン。ウルオはウルオと。帰り道を変えたらいいんじゃないですか。あ、そっか。降ってないとこに。アーケード街をずっと行って。あ、なるほどね。ギリギリまではそこを行く。あ、なるほどね。まあそれが近いのか遠いのか分かんないですけど。多少ね。その家に。場所を知らないので。どうやろうね、三条商店街とかね。あ、そうなんか選んで、ね、僕はもうだから雨の日はそういうとこしか行かないです。雨の日ね。まあでもまあ、じゃあ映画見たりね。映画僕は好きなんで、ね、最近見た映画言ってはったけども、そう、まあボーイズっていうのは映画じゃなくて、ああそうか、ドラマなんですけど、まあでも
面白いですよ。アメリカのドラマで。ボーイズ。YouTube とかで見れたりしないんですか？はい、YouTube にもあるかもしれんけど、アマプラ推奨です。アマプラ限定作品なんですよ。あ、へえ。そんな結構あるんですか？その結構ありますね。アマプラ限定の。はい、ありますよ。アマプラは多いです。あの日本のやつとかも。はい、海外が多い？日本でもある。アマプラ限定。私だから それぞれに強みがあるんですよ。だからネットフリとか、それとかなんか何でもですけど。私前なんかな、私前だからあのさよならカラーかなんか出たはったやつを見ようと思ったけど、なんかなかったよ、その なんか入ってるやつ。ああ、だからありますありないやつもあります。アマプラにはあるかな。アマプラはでも結構ね偏りがあるんですよね。やっぱそのある時とない時があるんで、そうある時ない時、配信期間中期間外とか前まであったのになみたいな。なるほどね。それはもうね、あのいつも見とくしかないです、ね、でもアマプラであのレンタルとか購入もできるんですけど、うん、1週間レンタル100円とかなんで、ついつい借りちゃうときもあるんです。ほんまやね、借り2巻でいいし、返し2巻でいいしね。100円と借りてしまうね。ほんまやね。アマプラが一番いいですか？その私なんかいや、ネットフリの方がいいって言いますよね。ネットフリの方がいい、はい、いつによってみたいな。僕はもうアマプラなんか入っちゃってたから見てるけど、ほんまネットフリもう契約したいなと思いながら、ほう、まあどっちかでいいもんね、別にね。いやいや、どっちかっていうよりはもうどっちもいいです。両方入る。でもまあちょっとそれやったらもう家から出なさそうやなと思ってまだちょっと我慢して。そうなんや、ね、仕事行きたくなくなりそうで。行きたくなくなる日あるんですか？ないですけど。ないですよね。ですけどね、今日は夜はサッカーがあるんで。あ、何戦ですか？キリンカップ。何戦やったか忘れました。キリンカップって日本でやってるの？日本のやつ。キリンというね、日本のキリンスポンサーが日本代表対どっかです。キリンのおかげで日本が強くなったところも。え、ほんまに？ほんまえ、さ、サッカーに疲れ出てんの、キリンさんは？で、まあスポンサーなんで、もちろん利益があるからやってるんでしょうけど、利益というかまあチュニジアですね、長期的に見た利益があるからやってるんでしょうけど。もうサッカーとかそういう野球とかも、もうバンバン今やっていってるんですか、世の中的に？普通にあの、制限もないっす。あ、そうなんだ。音楽だけっすよ、やってる。いや、ほんまやで、はい、ほんまに。あの音楽はでも制限あるというよりもなくても、あの、まあね、みんながね、まだちょっとビビってはるところがやっぱあるからね。そこはなんとかね、なんとか、はい、わてらの力でなんとかやっていきたいと思います。サッカーもう今はもう TVer という最強のあれがありますか。何 TVer？ 生配信を、生放送、テレビ地上波をネットで生放送するんですよ。もうそんなんできてしまったら市場。そう、だからテレビ離れがまたさらに。ほんまやね。でもあの著作権の問題で映らないこと多々ありますけど。ああ、そうなんや。まあそれだ。でも TVer そんなあれじゃないの？あの、そんなクリアしてない。音楽系とかはダメですね。クリアしてないんや。してます。そこだけがだからやっぱ地上波の後ろ。ドラマとかは見れる？ドラマの中のだ、音声変わってたり。あ、まあ、生放送のドラマはなんかあのたまにバックの音がない時あるもんな。あ、そうなんや。 BGM がやっぱだ、ネット的にはダメなんですよ。もうそんなんもうよしにしたらいいよ、もう今さら。あかんのかな、こんな。そうか、著作権的にはそうか。あかんわ、あかんわな。そうか、まあお店的にはね、このお店はちゃんと払ってるんで大丈夫なんですけどね、はい、YouTube ってなるとね、またいろいろ大変でございます。はい、ということで、ちなみにこれは今何を書いてあるんです、さっきから。いや、わかんないんですよ。答えのない迷路です。出口のない迷路という作品です。なるほど、なるほど。芸術的でございますね。はい、なかなか。これ何かに使うやつですか？多分何かに使うやつですね。すごい画伯ですね。ちゃんとうまくいくかわかんないですけど。最終的にね、どことどこがどうなるんかがね。どうもならないです。
あ、どうもな。全部ある悟空の尻尾。悟空の尻尾。にいるやん。シェンロンですか。男性ってあれですよね、まあ、めっちゃどうでもいい話しますけど、悟空かワンピースかガンダムか誰かにハマりません？なんか、僕ら世代は多分ドラゴンボールか、ね、うん、ドラゴンボール北斗の拳。ああ、なるほど。まあ、あと戦隊ものとか。戦隊もって何？あの特撮ヒーロー。ああ、仮面ライダー的な。仮面ライダー古い。でもゴレンジャー的な。仮面ライダーなんちゃらがその第一作らあるんでね。あ、なるほどなるほど。ウルトラマンもまたやってるもんね、だってね。はい、なるほどな、なるほどな。シンとかね。シンウルトラマン見ましたか？シンウルトラマン。見てない。見てない、ね、あ、見たよ。あの見た。一個は見たね、多分。前のやつは？あ、前のやつってやってないか。知らんけど。いや、見てないか。見てない。シン、シンですよね。シンウルトラマンか。庵野監督がやったやつですかね。最近やってるやつね。見てないな。なんかでも結構いいって噂ですけどね。なんか知らんけど。ゴジラかなんか見たか。あ、そうか、シンゴジラか。あ、シンゴジラいっぱいなんか。シンゴジラいっぱいありますね。この時何を見てましたか？この時。子供の時めっちゃ見てた。うん、見てたやつ。子供の時はテレビ見せてもらえなかったんで。え、マジで？はい。見てません。そうなんや。私何見てたかな。うるせえやつらとか見てたな。ああ、懐かしい。子供映画祭ですね。あ、それあったね。あの、あと夏休み子供劇とかね。ね、ランナーとかも、うん、風邪ひいたふりして親がどっか行った時だけ見てたみたいな。あー、なるほどね。夏休みに、夏休みどっか行くってなって、俺行かへんわってなって。あ、そうなん。あ、そう、それはその、あるけど見せてくれへんかったんや、そういうの。へー、厳格な家庭やったんや。テレビ、NG 家庭やった。へー、月の週の見ていいテレビ時間2時間みたいな。すごいな。え、じゃあ何してるんですか、その間。いや、何してたのか分かんないです。こんなの。あ、書いてたんや。まあまあ、これとかレゴとか。あ、レゴ。レゴ。レゴ。あのレゴ。レゴ。レゴ。組み立てるやつやろ。そうそう、スウェーデンのおもちゃレゴ。へぇ、あ、それで。もう一回欲しいですけどね、今。あれね、大人がやったら楽しいよね。楽しい。ね。しかもなんかあの、お金に物言わせていっぱい欲しい。あの、アイテム。昔の作品あろうかな。アイテム。そうそうそう。昔の作品じゃないと面白くないです。なんか最近はもう出来上がりすぎてるんですよ。何作品って何？作品っていうかまあ、完成版が、今は例えばなんか街シリーズ、宇宙シリーズとかいろいろあるんですけど、なんかもう車やったら車のある程度形ができてるんですよね。あ、なるほどね。一から作るの。そうなんです。昔のレゴの方が面白いです。創作あれがないわけやね、今は。そう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 。なるほどな。違うところで創作とかあるんやろうけど。ああ、なるほどな。まあそんなこんなで、はい、暇なすいません、皆さん僕らなんか全然集中せずに。そう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 、それぞれ。まあいいかっていうか、まあ、はい、今日は一日そんな日じゃなかった。なんかランチは海賊船あるわ。今日のランチもなんかめっちゃ脈絡のない話がどんどんなんかどんどん脈絡ないなと思います。いますか？レゴ見てる。手応えしかなかった。レゴ見てる。やば。16万3000円。レゴが？昔のシーライオン号とかなんかやば。それはもう大人用やね。使ってないの設定。まあじゃあ皆さん雨の日はレゴをするか、あのアマプラを見るか、なんか。特撮ヒーローを見るか、はい、あのなんかいい感じに過ごしてください。落書きをするか、落書きを分からへんな、お絵描きをするか、はい、皆さん、いい雨の日はね、これからね、雨の日が続きますけれども、で、ちょっとでも笑顔で過ごしていただくために、はい、またね、こうライブの会場に足を運んでいただけたらいいなというふうに思っておりますので、次回は7月7日、ランチじゃなく夜になりました。そしてね、七夕の日ですので、はい、またあれですか、限定で夜でございますね。あのまた短冊とかあったりするんかな。去年あったもんね、短冊ありました、ね、なので皆さんぜひ願い事をね、詩に願い事を書きに来てください、はい、ということで今日はフラットさんのランチライブでした。ありがとうございます。またね。